メリッサアン・マッカーシーは、アメリカ合衆国の女優、コメディアン、脚本家、プロデューサー。ザ・ WB のテレビシリーズ、ギルモア・ガールズのスーキー役や、ABC のシットコム、サマンサ・サフーのディーナ役などで知名度を高める。2010年からは、CBS のシットコム、マイク・アンド・モリーに主演し、2011年にエミー賞を受賞した。映画では、Q9、 彼には言えない私の計画、家族始めましたなどに出演し、2011年のブライズ・メイズ史上最悪のウェディングプランでブレイクし、同作によりアカデミー助演女優賞にノミネートされ、2018年のある女流作家の罪と罰ではアカデミー主演女優賞にノミネートされた。イリのイ州プレーンフィールドで母サンドラと父マイケルのもとに生まれる。10枚には、 女優のジェニー・マッカーシーがいる。ビッグ・アイリッシュ・カトリック・ファミリーの農場で育ち、ジョリエットの聖フランシス・アカデミーを卒業する。その後、映画やテレビ、舞台でキャリアを指導させる。また、マッカーシーは、ザ・グラウンド・リングスの卒業生でもある。1997年に NBC のコメディシリーズ、ジェニー・にゲスト出演し、二千年から二千三年にかけては、映画、キット、 チャーリーズ・エンジェル、ゴー、恋の方程式やあなたのハートに、クリックに、ライフ・オブ・デビッド・ゲールに、脇役で出演する。2000年から2007年まで、ザ・ WB のテレビドラマ、ギルモア・ガールズで、主人公、ローレライの親友・スイキー役を務めた。また、アニメ、キム・ポッシブルに、声の出演をするなど、声優としても活動するようになる。2007年、 ジョン・オーガスト監督、脚本の映画、Q9 で、ライアン・レイノルズと共演する。2007年から2009年にかけて放送された、ABC のシットコム、サマンサフーでは、D ナ役として出演して知名度をさらに高めたほか、2009年には、テレビシリーズ、リタロックス、2010年には、プライベートプラクティス迷える大人たちへのゲスト出演を、果たした。2010年、 映画、彼には言えない私の計画と、家族始めましたに出演する。同年には、CBS のシットコム、マイクモリーで主演を務めており、2011年に、同作品で、初めてエミー賞を受賞した。2011年、商業的にも、批評的にも成功した、ブライズ・メイズ史上最悪のウェディングプランで、クリステン・ウィグ、マーヤルドルフ、ローズ・バーン、ウェンディ・マクレンドン・コービー、 エミリー・ケンパーと共演し、アカデミー助演女優賞にノミネートされる。2011年6月には、ウィメインフィルムクリスタル、ルーシー・アワーズの司会を務め、同年10月1日には、サタゲー・ナイト・ライブの司会を務めている。2012年には、ジャド・アパトーの映画、部計画の命中難、ノックト・アップのスピンオフ、40歳からの家族、計画に出演し、2013年には、 ジェイソン・ベートマンとの共演映画、泥棒は、幸せの始まりと、人気シリーズの第3弾、ハング・オーバー。最後の反省会が公開された。2014年には自ら主演、脚本、制作葬式を務め、夫、ベン・ファルコーンが監督を務めた、タミー、タミーが公開されている。2018年には、ある女流作家の罪と罰の演技で、アカデミー主演女優賞に、 ノミネートされる。2005年10月8日に、長年交際していたベンファルコーンと結婚し、2007年5月5日に、長女、2010年3月に次女が生まれている。ありがとうございます。